よし、早っ、めっちゃ早、フライヤー。今日は前髪がスチームしたら前髪が濡れちゃってドライヤーするに至りました。髪を染めました。可愛いですか、この色。めっちゃ可愛くないですか。正直ベージュっぽい、ベージュではない、紫、赤、これは何色っていうの、紫じゃない、赤、茶レンガ、ボルドー、なんて言って、なんて言って頼んだかは内緒です。内緒です。赤に見える、なんでかってドレスの色がバレるからです。内緒です。まつげ美容液を塗ります。そうだよ、もう私は今毎日10日のために生きる女なので、10日のために美容に行って10日のことしか考えてません。もう系統分かっちゃって、なんで？だって全然違うかもしれないじゃん、組み合わせで考えてるかもしれないのに、色の。どうしてなの？何色だと思うの？じゃあ。真緑かもしれないじゃん、ドレス。髪を赤にして青と黄色のドレスで信号みたいにしたいかもしれないじゃん、クリスマスに合わせたかもしれないじゃん、赤と緑で。そうでしょ。今言ってる時点でもうないの。なんで怒ってるかって、それはドレスの色をバレたくなくて必死に隠してんのよ、バレちゃってるよみたいな言われたらさ、ちょっとさ怒っちゃうじゃん。それはバレててもさ、知らないふりするのがさ男ってもんじゃないの。違うの。気
づかないふりをしてあげるのも優しさってもんだよ。そう、男ってもんじゃない、男ってもんじゃないの、勝手に男性って決めましたけど、でも怒ってないです。ちなみに、ちなみに怒ってないのに怒ってるって言われるのも嫌なので怒ってないです。めんどくさ女。まつげがバチバチだる女、だる女今年の時やね。どう？まつげピカーン、ギャンギャン。で、私がまだやりたいことは、なんかドレスに合わせてメイク道具とかも買いに行きたくて楽しみ。女の子って楽しいって思う、こういう時。え、ねえねえ、今日さ、今日の夢本当に嫌だったの、聞いてほしい。なんかはい、今日さ、朝起きたらさ、本当にキノコというかカビ、なんかえのきみたいな、あ、眉毛もさ染めたの、いいでしょ。なんか私ジンマシンが出るって言ったじゃないですか、ストレスで。超今思い出しても鳥肌立つんだけど、まずジンマシンがやばいっていう夢で、で腕が、左腕が一面ジンマシンブワーってなって、そのジンマシンからキノコみたいな生えてきて、あ、鳥肌立ってきた。なんかえのきの細い方のブワーって、あー気持ち悪い、めっちゃ鳥肌が入ってきて、夢を見たの、生えてきた。しかもね、なんかカビだ、カビなのよ多分。で色がカラフルだったの、なんかレインボーカラーのカビというかキノコみたいな、ブワーってジンマシンの上に生えてきて、ね、うわーみたいになって、私がで、お母さんに書いちゃダメだよみたいなって言われて、キモいみたいな感じでブワーってめっちゃ書く夢を見て、書くとボロボロ落ちるんですよ。本当に気持ち悪くてさ、マジで本当に気持ち悪い。なんか分かりやすく言うと、スプレーチョコレート、分かります？あのツンツンしてるチョコレートがの長いバージョンがめっちゃ腕に生えてきたみたいなっていう夢を見て、もうなんかしかも真っ赤に腫れてるんですよ。カラフルなカビだ、キノコって分かりやすく書いたんだけど、カビみたいな、もうカビが腕にブワーってなったっていう夢を見て、それで夢占いですぐ調べたんですよ、起きてすぐに。超気持ち悪かったんだけど本当に。でもね、いいこと書いてあったのよ。カラフルなカビの夢、カラフルなカビの夢は運気アップを意味する。え、すごいんだよ。たとえカビでもカラフルなものだったら、それはあなたに虹色の未来が待っていることの暗示ですって。すごくない？そう、カラフルなカビで占い調べたの、カラフルなカビだったから。カビは生命力を意味することから、特に健康面で運気が良く、長い患いが解放に向かうなど、いいことが起きるでしょう。そしてカビこうやって落としてたのよ、ブワーって。え、一般枠もダメだったよ、公園
そうだよね、一般の登録出てるもんね。ビエン。それで次がカビを落とす夢、その夢占い、カビ、カラフルなカビを落としたからカラフルなカビとカビを落とす夢の夢占いの結果を見て、カビを落とす夢は前向きな気持ちの表れです。不安のシンボルであるカビを落とそうとする夢は不安を払拭し未来へ向かおうというあなたのポジティブな面を意味しています。え、すごくない？夢って。いや、でも待って、カビをきれいに掃除できたら不安が消える吉兆ですが、カビをきれいに落とせない夢だったら不安払拭しきれない悪夢、今日夢。待って、払拭、落とせてたけど全部落ちる前に目覚めたんだよな。どっち、これってどっちかな。それ見なかったから、いい方にしとけばいいんだ。いい方に考えた、目覚めただけだからね。気持ち悪くて落ちてたもんだって。カビ、思い込みが大事。いい方だけ信じればいいよね、優しい。いや、キノコじゃないんですよね。ガチでさ、ブロックしてもコメントしてこないで、本当に。言っちゃった、コミちゃん見て言っちゃった。昨日めっちゃちょうどその話をしてて、そう、ブロックしてもどうやってやんの、ブロックしてしたらコメントって、アカウントを作り直すの。新しいアカウントを、福アカ俺じゃねえ。本当にカラフルな髪、の夢が気持ち悪かった。アカウント作り直すのがめんどくさい。え、そうだよね、普通。本当にカビだった、あれは。カラフルなカビだった。その手間をかけてでも言いたいの。すごい粘り、労力すごい。絶対別のことに時間使いな。もっと楽しいこと人生にないの？拍手ないのか。そう、めっちゃ前向きな夢だった。知らないです、オニオリングさんは誰か。私は知りません、お会いしたことないです。え、今外にいるの？寒空の下歩いてるので凍えて死にそうです。絶対寒い、かわいそう。え、どういうこと？コミの時はニオニングって名前にした。変えてるってこと？変えて いろんなとこに変なコメントするってこと？暇かよ。なんでみんなして違う、なんかおすすめに、なんかコミちゃんのツイッターがなんかね、なんかツイッターってさ、ツイッター X かフォローしなくてもさ、おすすめで出てくるようになったじゃないですか。だからめっちゃメンバーの動画とかさ出てくるようになったのよ。だからファンの人の、正直
出てきますよツイートおすすめに。え本当になんか関連ワードみたいな感じで多分 AKB のことをつぶやいてる人がその流れてきて、たまにファンの人がおすすめに流れてくることも全然ある。あの昨日で特にそのコンサートのひーちゃんの動画とかコンサートのめっちゃ出てきました。コンサートめっちゃ流れてきたね。みんなの普通のツイッターはそんな、私はねなぜかゆいりの動画がめっちゃ出てくるんだよね。ゆいりのなんか配信の切り抜きとか、ゆうなもぎょんチャンネルのなんかゆいりの面白いシーンとかさ、なんかよくわかんないけどなんかすっごいゆいりが出てくるのよゆいりについて調べてはないんだけど、多分流れてくると見ちゃうから、それであこいつこの動画に興味あるんだみたいな、多分 X に思われて、いやなんか見ちゃうんですけど、まあそう多分認知され学習されてて AI に、だからめっちゃゆいりの動画おすすめ出てくる本当に。しかも出てきたらまんまと全部見てるから、最近超なんかゆいり見るわおすすめで学習されてるし、学習通りに見ちゃってるので、ゆりちゃんの動画かわいい。野崎さんリバイバル見てたら昔も可愛くて忘れた、ありがとう。ちなみに俺はオニオンリングじゃないよ、草オニオンリングだと思ってないよおもろいて、ゾンビできるほど器用じゃない、確かに。でもこんなにさショールームさ毎日やってたらさ、まああったわけじゃないですか今まで。いつもごめん俺ポンデリングびっくりした、ポンデリングやばいポンデリング騙された、今一瞬オニオンリングかと思った、ポンデリングに騙された悔しい。だから逆線ちょっと高いんですけど、今の結構悔しいんですけど、なんか本当に聞きたいんだけど、本当に聞きたいんだけど、私あのみんなにじゃなくて、みんなにじゃない、みんなに聞きたいわけじゃないんだけど、そうあのオニオンリングさんにじゃあ聞きたいんだけど、そのブロックされてもまたアカウントを作ってまで嫌なコメントをするのってなんでだろうって。確かにそれでさ本当に法的措置取られたらどうするんだろうってめっちゃ思う。なんかさ里美奈とかもさ切り抜きに対してさ本当法的措置取りますからみたいな言ってたじゃないですか。でも本当に今法的措置取ったら絶対そのこっち側の方が強いわけじゃないですか、多分負けるわけですよ法的措置取ったら、コメントしてる人が。
そう、それを考えた上でできないか。まあそうだよね、そこまで考えてたらそんなコメントしないか。画面越しだと強気ね、確かにね。直接言いに来たらいいのにね。いや、名誉毀損とかじゃないよね。名誉毀損ではなくない、これって。なんだろう、じゃあこれでもし私がさ、病んでさ、ブロックしてもブロックしてもコメントくれて病んでってさ、神経外科行ってさ、それのせいで病みましたってさ、診断書が出たらさ、慰謝料みたいな侮辱罪とかなるのかな。どうなんだろうね。まあいいんだけどさ。確かに本も大して万能じゃないか。ポンデリングの上行くやつ考えた。考えて。え、なんと結婚リング、アウト。眉毛染めたんだけど、ここに書き足してピンクの眉マスカラして、じわじわくるねってじわ。眉毛薄く見えるでしょ。いや、でも結構薄いんですよ。なんか思ったより明るくなった。でも多数書き足せばいける気がする。私眉毛マジで濃くてさ、超嫌だったから嬉しいんですけど、こんぐらい明るい方が。脱色したみたい。あとはなんで笑ってんの。あとはネイルも行きます。そろそろ10読もうかな、今日は。ここ何日かないの見てると、もう仕事してるって。仕事じゃん、この美容が。だって10日のために可愛く生きることも私の仕事でしょ。違うの？びっくりしちゃう、逆に。え、また来た。待って、また来るから、また来るから見てて。初訪問来た。来る来る来る、きっと来る。ほんと暇だね、マジで。マジでさ、
競争しよう、どっちが早いか。もうプップッて、私も頑張る。だって見えるもん、初訪問ですって。確かにそうする。もう仕方して即ブロックしていいや。そうだよね、ごめんね。ちょっと昨日の今日だったので、ついいつも無視するんですけど、昨日の今日だったのでちょっとブレちゃいました、うっかり。こんな配信もなくなそうだよ、もう。いやでも、まあ、ショールーム全く本当やらなくなるわけじゃないです。私アカウント引き継げるからっていう話したよね、前も。そう、毎日はやらなくなるけど、一日に一度でいいんで。ああ毎日だ。言い方変えればセーフみたいな、やめてください。あ、毎日だ、気づいちゃった、気づいちゃった、気づいちゃった、わーいわーいみたいなのなかったっけ。引き継げることになりました。髪の色めちゃくちゃ似合ってるやんか、やばー、ありがとう。でっかちゃんだぞみたいな感じだっけ。え、ループしてる？なんで？確かに毎日、え、月1くらいでショールームやるんですか。いや、もっとやる予定、再卒業したら最初のうちとかは全然週1とかではやろうかなって。もっとやる、週2とかでやるかもしれない、もしかしたら。どうなの、わかんない。いや、最近知ったんですよ、ちゃんとアカウントを引き継げるって。じゃあ、まあ目標は週2、3、半分ぐらい。どう、卒業していきなり毎日じゃなくなるのは寂しい。確かに、確かに。確かに深夜もできるようになるのか。それすごいね。それ楽しそうだからやろうかな。え、待って、お酒は飲んでいいんですか。え、いいの本当。最近さ、卒業したら何しようって考えるんですけど、梅たんとさ、なんか、え、バイトしてみたらみたいな言われた。え、バイトしていいのかな、してみようかな。人生経験に何がいいかな。なんか私さ、
バイトしてみようかな、社会勉強。だっていつか飲食出したいっていう夢があるから、とりあえず飲食業で働こうかな。おばんざい屋さんとか、おしゃれな、ちょっとおしゃれなおばんざい屋さんとかどう？事務所的に OK だと思う。かスタバ、普通にカフェとか。毎日同じ時間に起きて働きに行ける？え、午後出勤とかないの？え、てか毎日じゃないとダメなの？だっておばんざい屋だったら夜だよね。え、ディナーの時間とかダメ？ちょっと朝は働く気。週5とか言われたらいけないかも。週2ぐらい、週2ぐらいの夜ダメ？あ、ない、週2で雇ってくれるバイトない。あ、新人さん基本的にいつでも働けます、スタッフ。やっぱやめようかなバイトやめよう。確かに。だからなんか知り合いの紹介、人生なめてるじゃん、もうやめなよそういうの。私今確かに知り合いの紹介とかならいけそうって思ったけど、人生なめてるわそれは。なるほどね。難しいね、仕事働くってむずい。まあそうだよね。まあ一旦保留にします。今でも本当に自分で出したいんだよな私。本当にさ無理だから、その経験で働くのはいいんだけど、自分でいつか出したいから経験で勉強しに行こうって。何でも確かにチャレンジしたらいいね。やっぱり DH で就職。え？え？とか言って。毎日同じ時間に起きて10時間ぐらい拘束されて、土日しか休みがないの耐えれる？耐えれない。耐えれない。いや、ねえねえすごい。だから本当に私本当にさあ、アイドルって大変じゃない？第二の人生。そう思うと、だって12年さこの生活をしてたらさ、いきなり社会に
解き放たれてさ、どうしたらいいか分かんなくなるよね真剣にどう思う？アイドルのセカンドキャリアについて。みんなが島田さんって言ってる。芸能やめるみたいな言い方、うん、だから芸能はさ続ける予定だからさあれなんですけど、でも聞いてほしい。卒業してみんな聞いてるよね。え、すごい、もう私1時間ぐらい配信してる。卒業して3月も4月も長期で1週間くらい地方に行って撮影なんですよ。すごいくないですか？毎月だから大きいキャリーケース欲しくなっちゃった。そう、あ、そう、熊本にも行くんですけど、その次の月も夏にもまた熊本行くし。ねだってない、待って、違う違う、ごめん違うよ、ねだってないよ、本当に違う。あ、ごめん、本当におねだりしてない、今の普通に違うね、ひどい、違うの。だからそう、仕事の話をしたかったの今。あ、そうそう、あ、そう、私リモアが欲しいので、マジでねだってない、高いもんリモア。リモアのいいやつ20万ぐらいしても知ってるんですよ、見てるんですよ。それを卒業プレゼントみんなで買えば、え、いいんですか、ね、ダメ、マジねだってないから。ねだってなかったよ、聞いてって言って、おねだりしてない、してるつもりなかった。本当に今卒業した後毎月撮影のお仕事があるんですよ、嬉しいっていう話をしたくて話したはずなんだけどな。卒業声の日キャリーケースがいっぱい届くも本当にいらない、あのマジ量より質なのでいいのが一個欲しいだけでマジでいらないから大丈夫出た。そうだから、何個欲しいのじゃない、いっぱいはいらないのよ。キャリーはいいキャリーが1個欲しいのよ。そう、量より質、最近よく聞く量より質、そうじゃない。だってさ、まあ本当キャリーケースなんてさ、ねえねえ、なんでキャリーの話してんだろう、ちょっとわかんないんだけどさ、キャリーケースなんてさ、5000円のキャリーがあればさ、1万円のキャリーもあるわけじゃないですか。でも20万円するキャリーもあるんですよ。1万円のキャリー20個はいらないんですよ。そうでしょ、運べる量は一緒なのにね。確かに深いね、深いキャリーカンパやばい、みんながそうやってすぐこいつおねだりかって言う。全然今キャリーのおねだりしてなかったと思ってたのに、なんかおねだり しちゃったじゃん、なんかしちゃってないけどしちゃってるみたいになったそうだよね、ごめんね、私が良くないね、今までの日頃の行いってやつですよね。ゆいりがこれ言ったら誰もおねだりって思わないのよ、私が言うとおねだりじゃんってなるのよ。だから日頃の行いなのよ結局。そういうことそうだね、ごめんね、それは本当ごめんごめんごめんね。なんかちょうど何を今日考えたらいいの？じゃあありがとう、ありがとうね、ちょっとなんか大きめのありがとう
当に大丈夫。嘘やからな、絶対あかんで。もうだから嬉しいねって話をしたかったの。月に1回そういうお仕事がもうすでに決まってるのは嬉しいねって話をしたかっただけです。以上です。閉めようとはしてないよ。でももう1時間やったよね。だからそう、卒業後は何しようかなって最近いつも考えてるんです。バイトとかしてみたいなとか、あれしたいなこれしたいなとか考える時間が最近楽しいなって話ですね。え、卒業しても波動旅行、あ、そうそう、旅行行きたいなとかそういうこともなんだけど、旅行、波動旅行、なんか卒業しても行けるって聞いたよ。だから暖かくなったら3月、それこそ3月とかに行こうかなって。そうまたキャリーの話になりません、ね、旅行だから確かにめっちゃキャリー使うじゃん、旅行も行くからもしかしてキャリーケース必要必要だわ。てか私海外行きたいんですよ今年。AKB 入ってから海外旅行本当に怖くて、急に仕事入ったらって考えたら怖くて行けてなかったから、本当に海外に行きたくて。夏とかね、ちょっと海外行けたらいいなね。結論キャリーケース欲しい人みたいになってる。どこ行きたい？え、ヨーロッパ行きたい。韓国も行きたい。とりあえず韓国行きたい。韓国はとりあえず行きたい。海外行きたいね。韓国料理食べたい。それこそれいちゃんと韓国旅行行こうよみたいな言ってたんだよね。この間レナッチと新大久保でご飯、えなちゃんとそうご飯してきました。確かに Vlog も撮りたいねえなちゃんおごりです、ごちです、いつもありがとうございますえなちゃんごちです。むげちゃんと新しいね。そう、むげちゃんに会うって言ってた。篠崎さんってお財布出すときある？え、でも今日ちょっと待って、それは違うか。今日ランチも夜ご飯も一人で食べ行ったの。それ一人だからさ、お財布出すよねと思って
そうそうだよね、ごめんね、違うなって思った今喋る前に。当たり前なこと言ってるわ。当たり前だよ、一人で行ってんだからお財布出すよね、そりゃ。ごめんね、だから今日お財布出してよって思ってすごいね、うん、そう、食い逃げになっちゃうからね。でもね、めっちゃ大人になった気分で、まず今日昼は何食べたっけ、照り焼きのお魚定食を食べて、超美味しくて、一人でちょうどね、多分会社員のランチタイムみたいな、で首からこういう社員証みたいな、社員証合ってるよね、社員証をこうやって下げてる人たちと並んで、一人でこうやっていただきますって食べて、美味しくて、あ、なんか大人、しかも完食しちゃって、全部お味噌汁と漬物とみたいな、魚とご飯も完食して、あ、大人だなって、一人で定食なんて、和食一人で和食定食を食べてる私大人ってなって、あれ違ったかそれであ、違った。で、夜も今日ご飯どうしようかなってなって、なんか近所の中華屋さんみたいなとこ行って、みんな大人数で、まあ飲みとか飲みながらご飯とかしてるんですけど、私はカウンターで一人静かに麻婆豆腐をいただいて、ごちそうさまでしたってやって、すって大人だなみたいな、え、大人じゃない、違った、違いました。あ、そうです、結局自分のは自分で払いました。あれ、すいません、なんか違ったみたい。私の話したいことなんか違ったみたい。もう何も出てきません、別に何も出てきませんけど、切れしてないよ。このままだと0時までショールームをやってしまいそうだね。まあいっか、こんなゆるい配信も、え、今日と明日しかないよって言っていじめるやつだってん、違う、今日何日だっけ、あ、そうだよね、3日か、あと3回か、ん、今日7日、8、9、10、そっか、いや、あさってはちょっと特別の配信なので、日常こんなすっぴんでみたいな、すっぴんでゆるいみたいな配信はまあまああと3、3日あるか。卒業公演まで65時間を切りました。やば。
65時間やば。やばいね。すぐだね。そうだよ、明後日は20時から絶対見てください。もう最初から、途中からとかじゃなくて最初から見てください。20時から、うん、20時から20時45分まで。とりあえず最初の3分を本当にあんまり見逃してほしくないかな。8時から20時から20時3分までは絶対に見ててほしい。まあ、その後ちょっとお手洗い行ったりしていいからいや最初まあ3分5分、そう、そこが一番のメインどころです。 YouTube じゃなくてショールームです。はい、やっぱフォローしてくださってる方がダントツでショールームが一番なので、一番伝えたいことはショールームで言おうかなみたいな感じですかね。まさか卒業発表じゃないだろうな。卒業発表かな、大丈夫かな、みんな不安。卒業発表かもしれない、どうする。1回のパターン、明日公演やる予定でしたが卒業撤回させてくださいって言って、あり得るかもしれない。それも19期のオーディション受けることにしましたとか、待っててください。そろそろ順位読もうかな。早い、早いというか、まあ、あと20分で0時ではある。え、はあ、じゃあ0時までやるか。じゃあやるね。ねえ、この間さ、お母さんとお寿司食べ行った時の動画をさ YouTube 撮ったって言ったじゃないですか。で、本当は今日あげたかったんですけど、お母さんがね、虫ちゃうだーって言ってくるんだけどさ、怒ってんの私今。もう編集も終わってさ、もうテロップも付き終わってんのにさ、やだよっていうの、乗せちゃっていいかな。もうなんかマジで本当に全然変じゃないし、顔も映ってないし、ママの声が入ってるのね。そう、しかもめっちゃいいのよ、超いい話をしてて、めっちゃいい動画なのに。だよね、ママの声ショールームで聞き慣れてるよね。嫌だよ、そんな全国に残っちゃうの嫌だよっていうの。もっと高く編集してよみたいな、声編集するの大変なんだよって言って、嫌だよっていうの
うるさいよとか言って、乗せるからって言って、家で来るね絶対っていうの絶対乗せないでよって、乗せちゃっていいよね、絶対乗せるからって言って喧嘩して電話切った。AK ビンゴで顔まで出してるだろ。え、でもそれのせいなんだよ。 AK ビンゴで顔出してから、なんか顔も名前も知らないやつらになんかバケモンみたいな顔してよく出れたなみたいな、めっちゃなんか書かれたらしくて、お母さんそれがトラウマになっちゃって、ひどいんだよ、それが原因でトラウマになったの。いや、もう二度と出ないってもう決めたらしくて、また何か、あ、そう、私いわく、そう、一生許さない案件なんだけど、マジでさ、絶対お前の方が顔もブスでさ、心も醜いのに、なんで私のお母さんのこと書くのって思ってさ、それは本当にずっとトラウマなの、お母さんもう何年間引きずってると思ってんの。いや、いいの、私のことブスっていうのも、バケモンみたいとかさ、なんかよくテレビ出れんなみたいなさ違う、これは何でも前なんだけど、って書くのはいいのよ、私のことは。私のお母さんのことを書くのはさ、ほんと許せないよね、一生そう、それでお母さんはそれがトラウマで YouTube も嫌なんだって。今私はね、もう昔の話なんですけど、でも絶対そうだよね。ポンデリングポンデリング許さない、本当に。いや、だから本当顔出てないんですよ、顔出てないけど声は入ってて、でもめっちゃいいの、内容が、ママが超良かったのよ。私はぜひ内容がいいから載せたいけど、そう、よく頑張ったねってママが言ってくれてて、みんなにも見てほしいから、いい、お母さん載せて載せたい、いい。あ、確かに絶対お蔵入りはないようにするわ。最悪 YouTube じゃなくてファンクラブの動画に載せよう。それでも全然いいね。声を変えるのはすごい手間だから、なるほどね、ママなんの音声だけカットしてテロップで喋り、いやでもね、ママの声があるからなんかいい話だなって、あったかみが伝わるみたいなとこもあるんですよね。え、確かにこういう時のメンシップ限定では、え、確かに、え、確かに、待って、それ言おう、メンシップもありだ。確かに、まあ強行突破するのはやめますかわいそうなので。なんとか、まあ声変
変えるか。でもね、なんかお母さんええでよって言ってる隣でお父さん、あやいいよ乗せて乗せちゃえってずっと言ってた。乗せていいよいいって、いいよいいよ乗せちゃえってずっと言ってた。何がダメなんだよって、乗せちゃえよって、やだそうやって自分じゃないからってみたいな。面白いでしょ。パパが言うと火に油、ん？火に油、そうだよね、火に油を、そう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 、もういや勝手に乗せちゃえ乗せちゃえみたいな、めっちゃ言ってきますパパが。パパとママどっちが強い？基本的にママだけど、なんかパパは普段無口だから言葉を発した時の重みがすごい。そう、基本お母さんは口うるさいしさ、ピーチクパーチク言ってるからさ。そう強いんだけど。お母さん、ママピーチクパーチク言うのよ。どうしよう今日お母さんショールーム見てたら、さすがに見てないか1時間以上も。ちょっと LINE 見てみよう。あ、何も来てないから多分寝てるわ。もうよかった、この時間は寝てるけど。そうお母さんはピーチクパーチクいつも言ってるけど、パパは普段何も言わなくて、ここぞという時に一言ふって言って去ってくの。重みがすごいの。かっこいいですよパパ、めっちゃ。てかもうなんかさ、そうお母さんもお父さんも怒るとさ、私はお父さんが怒らない人だったのでめっちゃバランス良かったなって思う。普段無口だとマミがすごい。そうなんか私がめっちゃさ、これ結構前の話だけど、結構前だったかな、覚えてないんだけど、その芸能界つらいみたいな言った時もさ、なんか、まあ、いつもお母さんに愚痴るわけですよ。もうこのことがあってもう本当にやだったみたいな、なんか前にムカつくなみたいな。ママはさいつも話し相手になってくれる。なんかもうやだねみたいな、うざいよねみたいな話しててさ、まあ、パパは基本無口で何も言わないんだけどさ、なんか本当にやめたかったらいつでも帰っておいでみたいな、もう本当に頑張ってるの分かってるからみたいな、こんな喋り方じゃないけど、でパパがそういう感じのこと言った時泣きましたもん私。ありがとうってなって。突然いい話すぎてる。めっちゃいいパパだよね本当に。それしか言わないけどねパパマジで。それ以降は本当になんか特に何も言うことないんだけど、そうやって言ってありがとうみたいな。話の終わりはキャリー欲しい人がいい話してました。
当にいいパパとママだし、愛の愛されてるの伝わるよね。わかるわかるって何。本当に愛されてる家族に。パパとママの直してほしいところある？お母さんのピーチクパーチクとパパの直してほしいとこなんていっぱいあるよそりゃいっぱいあるよそりゃ。酔っ払って肩骨折するおじさんがどこにいんのよ本当にいい話との振り幅すごい一緒。そんなとこも全部含めていい家族って話ですね。え、急にミラーボール始まる。なんかえ、もうだいぶ良くなってさ、パパがさもうゴルフに行くって言ってんのよ。あったかくなったら大丈夫かな、心配でさ。本当にそんな治ったんと思って。またなんかやらかしそうでさ。でなんかお母さんがさ、この間ここに体重かけたのよ、パパのその骨折したとかに。痛い痛いって言ってて、もう私とお母さんでピーチクパーチク。え、それで痛いんだったらゴルフなんて行くんじゃないよって言ってなんでそれでまた悪くなったらどうすんのみたいな。二人でピーチクパーチクいやそう、私もピーチクパーチク系なので、あの、はい、結局血筋一緒なので、すいません DNA 引き継いじゃってるので。母の直してほしいところは私の直したいところ、そういうこと。心配です。だからあやなも将来本当に口うるさくなると思う。絶対なると思う。私絶対うるさいよ多分。マジでうるさいと思う。なんか動かしてよなとかあんたって言って、え、絶対うるさいですよそれはもう。絶対なると思います。すでにうるさいですよね、はい、自覚あります。もうピーチクパーチクしか頭に残ってない普通あんまり言わなくないですか、ピーチクパーチクって。ねえ、うちはねピーチクパーチク書かなくていいの。書かないで卒業公演に。結構昔の言葉な気がする。ジェネギャーとか言われそう、ピーチクパーチクに関してはね。なんか平成の言葉って感じするわ。だよね、やだ平成出ちゃってる。待って、ジェネギャって言葉さえ、え、やだおばあしんどい、はあ、怖いわ。ガビーンとか言っちゃうよ。昭和、あ、昭和60超えてる母を使ってやばい、昭和だ。新卒にジェネギャじゃんって言ったらジェネギャっていう、え、怖っ。本当にあった怖い話じゃん。え、怖っ。ちょっと怖いね。あ、順読みますね。ジェネギャなんて令和の言葉かと思ってた。13位ちゃんたちゃん、12位あやなのくまちゃん。大丈夫だよ、僕が養うから。あやなちゃん生きてるだけで偉い、結婚しようの。え、マジでもう何も心配しなくていいよみたいな。ありがとう、じゃあ養って。11位山崎正弘さん、ドレス姿も美人で可愛いだろうな、泣きそう。
泣いてください。10位ゆきちゃん、9位のおじいさん、8位あげりんあとチームナンさん、7位やちゃんしたぐチームナンさん、6位マスターしたぐチームナンさん、5位ひろゆきさん、4位 SAT シャトル岡田さん、3位ハゲ、2位鈴ぱらびもちさん、1位さより最後のギフトかな、今までありがとう、こちらこそありがとう。55位もなちゃん枠がアミーゴさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそのこんな長時間本当になんか今日何話してましたっけね、もう覚えてないんですけど、あんまり久々の長時間配信ありがとうございました。キャリーが欲しいです、ピーチクパーチクあ、キャリーが欲しいってピーチクパーチク言ってた配信1時間以上、すんごすんごいな。アヌルドスご飯ショスムニだー、チャルチャヨー。じゃあ明日は早起きじゃないのでゆっくり寝ます。